皆さんこんにちは、水越美里です。もう年末ということでコスメ断捨離、コスメ整理大会やっていきたいと思います。いやー、これはすごいですよ。ちょっと大変になりそうですけれども、やっていきましょう。お付き合いくださいませ。はい、それでは早速スタート。気分が乗りそうだったのがリップだったので、リップからいきます。ここに今全部じゃないんですけど、こんな感じでまとめたので、一旦これを分けていこうと思います。期限的に問題なさそうなやつをブワッと回収していこうかな。これめちゃくちゃバズりましたよね、メイベリンのステイビルニンク。若干ね、唇のあの内側に色がつきにくくて、そこだけ気になるんですけど、確かにめちゃくちゃ落ちにくいです。あとこれもめっちゃ最近かな、ウォン・ジョンヨのリップ。5番のこのカラー、これをですね、インスタのストーリー載せた時つけてたら、めちゃくちゃどこのリップですかって聞いてもらえたなっていう記憶があるリップです。オレンジブラウンですね。もうこれも全然まだいけるし、新しいのでステイ。新しい収納も一緒にしていこう、それがいい。あ、このリップはヒンスの本当に初期に発売されたマットリップです。めっちゃ前なのでちょっとね、期限的に怪しいんですけど、色がかなりあるんですよ。処分全部はちょっとできない。ヒンスで新しいリップが新色出ましたっていう時とかに、じゃあ既存のあれとどう似てるんだろうとかを比べる時に結構使えるので、全体的に避けて保管しようかな。うわ、これもめちゃくちゃちょっとやばいぐらい昔なんですけど、セザンヌの、あの普通に多分売ってると思うリップですね。私が本当にもうインスタとか美容系始めたばっかぐらいの時に結構バズってたカラーだったような記憶なんですけど、もうじゃあ3年ぐらい前のだうわー、すごっ。これはちょっとさすがに処分なんですけど、懐かしい。今ここにあるのが105番、これです。あ、でもよく見るとこのウォン先生のカードちょっと似てるってことは、でめっちゃ使ってたんですよ当初。多分好きな色ってやっぱ根本変わんないのかなってちょっと思っちゃいますね。うわ、懐かしい。でもさすがに無理だ、3年は。いや、もっとかな、4年とかかも下手したら。みんなさん覚えてるかな、あのピアのラッキーシャインティントっていうリップなんですけど、もう廃盤なんですね。なので同じものがないんですけど、めっちゃ好きで使ってました。まだそんなに古くないと思うので捨てたりはしないんですけども、動画で紹介することは多分ないかな。ずっと似た色探してたんですけどないんですよね。そんなものもあります。はい、少し減ってきましたがまだまだあります。スックのあの3桁の番号のやつって限定色なんですよ、この3つとかで。全然期限はいけるしけど、まあ私もちょっと使っちゃってるみたいなやつだけど、限定だとねレビューとかでは使わないから、使用頻度がガクッと落ちるんですね、どうしても。だからもったいないし、妹にこれはあげます。で問題はねこっちなんですよ。モイスチャーリッチリストリップスティックとバイブランドリッチリップスティックっていうのがあって、すっごい可愛いし好きなんですけど、これこそもう期限が完全にアウトなので、前回は保留したんですけど、今回はちょっとさすがにさようならしたいと思います。でもこれもイヴ・サンローランのルージュ・ウール・クチュール・ベルニみたいな名前の610番っていうカラーで多分大丈夫なんですけど、こういう色のリップなんですね、ベージュ系で。すっごい可愛くて、結構これは推しリップだったんですけど、廃盤になってしまって、惜しいって思ってる人めっちゃ多いと思うんですけど、ちょっとそういうものもあります。私は密かにずっとそろそろちょっとダメかなと思ってたのが、もう本当に超初期のロム&がブワーッと有名になってきた時のリップ、ジューシーラスティングティントの最初の方の番号ですね。それこそ3年くらい前に購入していて、どんどん新しい色が出るので何かに使えるんじゃないかなと思ってっておいたんだけど、さすがにちょっと古すぎるなと思ってます。まあこれもヒンスと同じで捨てはしないけど別で持っておこうと思います。
はい、仕分け終わりました。リップ編だけ。まずこの収納、今も買えないんですけど、リップが108本くらい入るやつ、パンパンで、でもう一個あるんですけど、それもパンパンだったんですけど、それがなんでかっていうと、ロム&が大半を占めていたからで、今回移動させてロム&が一列に収まりました。もう一個も全然まだ空いてますよね。すごくないですか。結構。そしてこの無印のクリアケースに入ってるリップは、これセルボークとエトボスとか入れてます。これシャネルです。ここはアディクションにしようと思ったんですけど、ちょっと余ったので、メイクアップフォーエバーのリップとかも一緒に入れました。ここはディオールですね。でもジバンシーだったりとかも入れています。はい、そしたらですね、次はこちらクッションファンデいきたいと思います。そんなに古いのはないような記憶なんですけどね。あ、でもこれとかは古くないんですけど、ヘラのブラッククッション、私ずっと使ってます。これ1個のをずっとってわけじゃなくて、リフィルを買い替えてずっと買ってますね。これすごい好きです。レビューすでに上げてるんですけど、このセザンヌから出る新作のクッションファンデ、なんとお値段1000円で、もうそれだけで正直価値がありすぎて、文句とかつけるものでもないかなと思うんですけど、ちょっとだけ崩れやすいかなとは思いました。いや、でもカバーして1000円で買えるクッション他にはないと思うので、クッションデビューとかだったらめっちゃおすすめです。そうですね、あんまりすっごいこれ古くてっていうのないので、もうほんとごめんなさい、これ詰め替えるだけみたいな感じかも。あ、これはちょっと私には合わなかったっていうだけなんですけど、ソルファスっていうところのクッションファンデ、塗った感じとか仕上がりはめっちゃ綺麗だったんですけど、ちょっと崩れちゃって、でも新しいので、これはちょっと親戚に譲ろうと思います。多分私じゃなかったら普通に合う人はいそうな気がする。あとこれもテレテレのクッションファンデ、赤とピンクがすごい人気なんですけど、私ね黒が良かったので試したかったんで、これは買って良かったんですけど、別にこれも譲ろうと思います。まだそんなに古くないです。ちょっと画角を変えてみました。今度フェイスパウダーいきたいと思います。1個だけこれは新しいの買っちゃったんですよね。 NARS のプレストパウダー、使えなくはないんだけど、ボロボロになっちゃって持ち運べないし、おにぃを買ってしまったので、これは処分します。で、その後からこのNARSのルースの方のパウダー使ってるんですけど、結構いいです。そんなになんか仕上がりに差はあんまり感じないんですけど、ちゃんとねこう中蓋ついてるんですよ。そこがすごく良くて、私どうしてもどうにかなんないのかなと思うのがクリニークのフェイスパウダー。これもNARSみたいにサラサラになって物めちゃくちゃいいんですけど、ブラシがね中に入らないんですよ。ぶっちゃけこのブラシを使ってないのでないものと思ってしまえばいいんですけど、なんかあるからには入れたくないですか、ここにね。そう、これねもうちょっとなんかなってたらもっと人気になってもって思うんだけど、まあでも多分ベストセラーだからこの商品も別にいいのかなっていう気もするんだけど、私的にはすごくちょっともどかしいですこれ。あ、これ皆さんイプサのコントロールパウダーだったかなっていう商品なんですけど、そんなにめちゃくちゃ有名ではないと思うんですけど、結構おすすめで肌がスベスベになります。サラサラしすぎないけどベタつき取ってくれてちょっと肌綺麗に見えるみたいな、これも結構おすすめ。 RMK のパウダーも2つ比べる用で持ってたんですけど、もうだいぶ発売から時間も経ったし、2の方が好きだったので、この P01 は譲ろうと思います。これもでもまだそんな古くないです。 OK、 空になりました。ちなみにクッションとパウダーはこんな感じのケースに入っているんですけど、これビューティーニットっていう9点に昔あったブランドなんですけど、なんか閉店しちゃったので多分買えないんですよね。こんな感じでずらっと入ってます。すごい大きいフェイスパウダーとかは、これは無印の箱に入っています。はい、それでは次はこれ、あたたた、ちょっと重すぎますね。リキッドファンデやっていきます。これコスデコの全ウェアフルイド PR をねさせていただいたので、2色ちょっと手元に今あって、私 N の16を残そうと思うので、22はちょっと知り合いに譲ります。これは新旧だ、比較したから。ディオールのスキンフォーエバーフルイドマットの新旧
だったと思うんですけど、9と言っても買ったのはそんなに前じゃないからこれも譲ります。 RMK のジェルクリーミーファンデーション片方は譲ります。これちょっと NARS の私の大好きなライトリフレクティングファンデーションなんですけど、なんかどん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 蓋が合わなくなってきて、使ってたら最初そんなことなかったと思うんですけど、何なんでしょうね。一回それでポーチの中ですっごいことになっちゃったんですけど、でもまあ好きなのでこれは全然使います。最近の動画でも紹介したクレドポーボーテの、名前ど忘れしちゃいました、3万円するクリームファンデーション、最近よく使ってみてるんですけど、あのつけたてが綺麗っていうのはもちろん、夜までめちゃくちゃくすみにくいです。リニューアルしてるのでリニューアル前のやつも実は持っていて、これも譲ろうと思います。これもですね、だいぶ高原堂のマイファンシーアクアファンデーションめっちゃいいんですけど、ファンデーション比較やった時に買って、だいぶこれも前だったと思うのでちょっと処分しようかな。冬はすごくおすすめです。これもかな、 NARS のリキッドファンデーション、さっきのじゃなくってナチュラルアンティアントロングエアファンデーションってやつをすごく古かったので、分離してんのかな、消そうな気はするんですけど、期限的にはちょっとアウトですね。そしたらファンデはこれ、無印のメイクボックスハーフってやつなんですけど、これに一つとこっちにもちょっと一つで収まりました。はい、それでは今度は下地かな、ちょっとデパコスもプチプラも一部混じってるような感じなんですけど、これセザンヌのトーンアップベースホワイト2つ持ってるんですけど、2つともめちゃくちゃ減ってます。これは首に塗り用で結構使うので残留。これなんか結構懐かしくないですか、エリクシールのお白いミルク、めちゃくちゃバズりましたよね。これ2年ぐらい前のやつなんで、ちょっともう期限はちょっとアウトなんですけど、肌綺麗に見えるし結構好きでした。あとこれ今年新作のティルティルの下地、私ティルティルコンシーラーが一番好きだったんですけど、この下地出てからこの下地が一番好きになりました。ファンデよりコンシーラーよりこれのエッセンスの方かな、ちょっとだけのクリームより高いんですけど、すっごいみずみずしくてこんな感じで、結構ね冬にもあの使いやすいし、すっと馴染んで比較的どんな下地にあのファンデにも合いそうなもので、これすごい良かったです。香りがちょっと強いかも。私プチプラだったらこの下地が結構好きです。キスのマットシフォン UV ホワイトニングベース、あのテカリやすい方におすすめで、夏にすごくいいです。めっちゃ崩れにくいです。これも多分買い替えてるので期限は大丈夫。ちょっと視点を変えていきます。でもうないんですけど、アンドビーの UV ミルク、あと少しだけ残ってるけど、まあ古いしだいぶ使ったので処分でいきます。あ、これもめっちゃ好きです、コフレドールの下地、結構ピンク色で肌が割と明るく綺麗に見えるし崩れにくいです。冬にも全然使えるんですけど、どちらかというとちょっと夏の方が向いてるかも。でも全然使えます。これ人気ですよね、プリマビスタの皮脂崩れ防止下地か、色があるんですけど、私も1個あればいいかなって思うから、ラベンダー残そうかな、あと2つは譲ります。それでいうとアリーのカラーチューニング UV、 これも色を全部持ってるんだけど1個でいいから、アプリコットだけ残してあとは譲ろうかな。それでいうとこのアディクションの日焼け止めも同じくですね。でも本当捨てるよりは上げて使ってもらった方がいいので、私はこれどうしようかな、ピンク色残してあとは譲ろう。はい、来ました皆さん、私の大好きなエトボスの下地、ラベンダーベージュとクリアベージュ。実はですね、もう1本ありました。クリアベージュが2本あって、これはストックしたわけじゃなくて、なんか審査発表会行った時にもう1本もらっちゃったんですよね。けどこれは使い切れる気がするので残します。この2つ、 RMK のメイクアップベースとロラメルシエのスーパーチャージドエッセンス、これはですねもう透明でめっちゃみずみずしくって、何の意味もないように思えて塗ると密着が良くなる下地です。何のファンデにも合います。これ私好きなんですけど、マキアージュの下地、ドラマティックスキンセンサーベース、色どっちかでいいですよね。でもこれもどうしよう、もうねラベンダーの方今使ってるんですけど、うわーわかるかな、一応この辺から塗ってるんですけど、トーンアップ力が割と高いのでちょっと私明るすぎる可能性があるから、ちょっとこっちのベージュにしとこうかな、残すのは。これもすごく好きです。コスメデコルテのコンプリートフラットプライマー、すごく伸びが良くてツヤツヤになるけど、パールとかが入ってないからギラギラしないんですよね。
次じゃあプチプラのファンデまだあるのでいきますね。フィットミーファンデーション旧型と新型両方持ってて、多分比較しようと思ったんだろうなと思うんですけど、多分その動画上げきれてないんですよね。ちょっと今試してみようかな。でもう旧の方は処分しよう。ほんと手の上だけでの比較になっちゃうんですけど、発売もね少し前なんですよね。もうだから今更感はあるんだけど、あ、結構違います。芯の方が薄膜で伸び広がりやすくて、キュンだって、キュンの方がちょっともったりしていて伸ばしにくいなっていう感じが芯と比べるとあるので、結構いい感じに改良されてるんじゃないかな。これは全然対比にはならないんですけど、こっちがまあ芯の方でこっちがキュンの方です。ちょっとね、わかんないですよね。どっちもでもツヤではないかなと思います。ちょっとマットな感じのさらっとした仕上がりです。これはだいぶ古いかな。この好きなんですけどね、エチュードハウスのダブルラスティングセラムファンデーションとそのマットのもの、これすっごい古いのでちょっと処分するんですけど、私はこのセラムファンデーションの方がすごく好きで、すごく薄膜で伸びが良くて、セラムファンデーションの方はちょっとツヤっと仕上がります。ほんと癖なくて使いやすいです。でカバー力も結構高かったと思います。結構いい感じに、これ下地とプチプラファンデゾーンだいぶ減りました。今回結構思い切って譲るのと処分のであるから結構減ってます。あれさっき見せましたっけ、下地これ1個で収まってるし、なかなかいい感じですよ。はい、次はマスカラいきたいと思います。一旦箱に入れました。結構マスカラ好きなんですけど、同じのをこの間買っちゃったんですよね。このロム&のマスカラの2番、全く同じの買っちゃったので、これ1本は残して1本は譲る。ずっと好きなのは結構このミュードのマスカラとか好きですね。塗りやすくてカールキープ力高くて、まつげふさふさになります。これブラックです。あとこれ色がちょっと特徴的で好きな方が多そう。 D アップのマロングレージュというマスカラで、こんな感じのグレーとねブラウンが混じった色してるんですよ。ブラウンよりもうちょっと透明感出る感じ、色素薄い感じになるマスカラです。とこちらの結構ベスコスも取ってた繊細のマスカラ、これお湯落ちでカールキープ力がそんなに高くないんですよ。ものとしてはすごいいいんですけど、でも私はカールキープが結構大事なので、これもスカスカになっちゃう前に譲ろうと思います。これ結構前にキャンメイクのクイックラッシュカーラー、だいぶ前なんですけど、まだいけるかな。あ、いけそうです。これも残しとこう。このメイベリンのスカイハイマスカラ皆さん好きですか？私結構これ好きなんですけど、割とね賛否分かれるかなとも思ってて、よかったら教えてください。私は結構好きですこれ。あー、これ色がすごい可愛いんですけど、アディクションのマスカラで、ザ・マスカラカラーニュアンス、私が好きなのが7番のクラウディーモーブっていうカラーなんですけど、めっちゃ可愛いですよ。一時期欠品してたと思うんですけど、こういう感じです。なんかこれで見るとかなり色素薄く見えるんですけど、意外とあのまつげの存在感ちゃんと残るのですごくいいです。このキスのラスティングカールマスカラめちゃくちゃ好きなんですけど、まだ使えるかな。あ、ちょっと液が怪しいのでこれは処分しよう。あ、これすごい良かったです。私ショート動画かなんかで紹介したんですけど、キスのエフォートレスマスカラベースっていう、まあベースなんですけど、本当にあの薄いブラウングレーみたいな色していて、カールキープ力高いのでまつげパチッと上げれるんだけど、ちょっとだけ強調できて、でも黒くならないので、めっちゃさりげなく盛りたい時に1本で使ってもいいし、ベースとして使うのもおすすめです。ではでは次は眉マスカラいきます。眉マスカラも結構あるんですよ。ヘビロテとかすごい好きなんですけど、まだつくかな。あ、つきますね。意外とやっぱりなんか眉マスカラヘビーローテーション使ってるっていう人多い気がする。なんだかんだでこれ前確か選んだんだけど、ちょっと色が合わなかったんだよな。確かケイトの 3D アイブローカラーの3番なんだけど、こっちのカラーです。少しね明るすぎたので、でも譲ろうかな。フーミーのねアイブロウマスカラ私結構好きで、レッドブラウン、レディーパープル、クレイレッド持ってます。クレイレッドはすごい赤みしっかり出て、あのおしゃ眉って感じになります。使いやすいのは多分レッドブラウンくらいかな。いや、今度コンシーラーいきます。あの今年ですね、一番
増えたとも言ってもいいぐらい、私コンシーラーめっちゃ買ったんですよ。だからちょっと見ていきます。まずこれもう開いてもないんだけど、キャンメイクの涙袋コンシーラー結構流行ったじゃないですか。で流行りまくってた時限定で買えなくて、でなんか定番化してたんですよ気づいたら。で買ったけど今更レビューもなと思って、とりあえず買ったんだよみたいな感じのアイテムです。まあ、コンシーラーなのでアイラインと違ってすごい柔らかいですね。分かりにくいかな、1と2でこんな感じ。1がちょっと黄身っぽい感じですね。2のが白っぽくてちょっとピンク味。でも2だと明るすぎるかな、1のがいいでしょうか私だったら。でしかも今年買ったのが多いからあんまり処分とかないんですよね。コスデコでしょ、アディクション、今年発売になったもので言うとアディクションのこのコンシーラー、これすっごい密着力高くて、あの塗った感出にくくてすっごい良かったです。ここに塗りました。今は厚く塗っちゃってるんであれですけど、ポンってやってすごい綺麗にふわっと馴染んで消えるみたいなコンシーラーでした。前ショーって紹介したんですけど、これグリーンのコンシーラーなんですよ。珍しくないですか、コントロールカラーだったらわかるけどコンシーラーで緑って。ちなみにザセムです、こんな感じです。まあ緑ではないんですけどね、ちょっと緑がかったベージュしてて、あの赤みとかめちゃくちゃ隠しやすいです。でも割となんだろうな、ちょっと暗さもある色なので、色白さんだともしかして浮いちゃうかもしれません。すごいですよね、でもあるといいですよね。うん、処分とかはなかったかな、色がちょっと違って譲ったぐらいです。はい、来ました、ここ大変です、重いです。このゾーンアイシャドウです。これに満タンっていう感じです。わかるかな、量の多さ。いやでも正直もうこれは処分とかもないから、まあ、譲るものがあればですよね。3のアイシャドウ、3番っていうカラーなんですけど、とかこれ6番ですね、まあ、10番とかちょっと秋っぽいカラーだったりとか、すっごい可愛いんですけどあんまり使ってなくて、実は若干ね二重幅にたまりやすいんですよね。多分ベースとかしっかり使えばとか、あとまあ処理の問題なとは思うんですけど、クリームが入ってるからかもしれないですね、あの部分的に。かといってなんか処分してしまうのもちょっともったいないので、聞いてみて欲しいっていう身内がいれば譲ろうかなと思います。あとはですね、これ実は今年買ったんですよ、このシャネルのレ・ベージュのウォーム。今年発売だったら多分ベスコス入れてたなって思います。めちゃくちゃ可愛くて、ここだとめっちゃ分かりにくいんですけど、こういう感じの柔らかいコーラルピンクみたいな、人によってはオレンジって感じるかもしれないんですけど、すっごい可愛いです。あとこれも今年すごい迷いました、あのランコムのイプノパレット18番、これも超可愛くて、あのマットシャドウなんですけど、すっごいしっとりしてるんですよこの質が。これも結構おすすめです。あ、これもルナソルのスキンモデリングアイズ、ベージュベージュっていう色で本当にすごいベージュなんですよ。私だとでもちょっとねナチュラルすぎて塗った感が結構出なかったので、まだすごい綺麗だからちょっと譲ろうと思います。あとはこれ&Bのサンライズブラウン、&Bのアイシャドウリニューアルして今もう全然形変わったので、これも譲ろうと思います。でもほんとそれぐらいで全然処分はなかったです。でも3のパレットとか結構サイズは大きかったのでちょっとすっきりはしました。ルナソルとディオール、あとアーレム家の小さいアイシャドウを入れて、こっちトム・フォードとアディクションとスック、多分アディクションとスックは全色揃ってるかな。でこっちのちょっと大きい箱はまだ次のアイシャドウ入れるのでちょっと保留なんですけど、その他のデパコス系入ってます。ちなみにさっきから見せてたその箱何に入れるかっていうと、こういうこれをですね、こうやってここで入れれるんですよ。でこの箱は無印良品のポリプロピレンってやつに入れてます。かなり量がある人しかこの収納は多分向いてはないと思うんですけど、埃とかかぶりにくいので結構これはいいです。
はい、それではですね、今度はこちらのプチプラアイシャドウゾーン、すごい量ですね、本当に。これもそんなに捨てるって感じじゃないので整理整頓になっていくと思います。私1年間ちょっと考えてて思ったのが、エクセルのアイシャドウ両方のスキニーリッチシャドウと、リアルクローズシャドウ、どっちも好きなんですけど、このリアルクローズシャドウって色が結構華やかだから、どっちかっていうとこっちのが使うんですよね。なのでこれをまとめてちょっと別のとこに保管して、まあこれは今まで通りこういう感じでここに並べていきたいと思います。これ正直ちょっと難しくてあんまり使えてないのが、レブロンのカラーステイデイトゥーナイトアイシャドウクアッド500番、発色が良くて好きで、こっちの560番っていうカラーはすごく使うんですけど、めっちゃ発色いいですよ。560番、こんな感じで綺麗ですよね。結構密着も良くて粉質がすごくいいんですけど、グレーの色はですね、ちょっとね、単純に似合わせにくかったっていうので難しくて使えなかったんですよ。これほぼ新品なのでプレゼントします、誰かに。合う人には合うと思います。こんな感じで細かいのはこういうケースに、これも無印のクリアケースなんですけど、結構使う感じの、こういうリンメルのとかセザンヌのこういうベージュのアイシャドウとかもケースで、さっき言ってたエクセルもケースに入れたし、キャンメイクと B アイドルは2個だけこっちに入れて、あとのは別の場所にまとめて保管してます。でさっき言ってたエクセルはちょっとこうジップロックなんですけど入れて別の棚に保管しておきます。あとは韓国系の大きいアイシャドウはクリアケースに入れるとかさばるのでまとめて入れてます。ちょっとまだ余裕できました、この辺とか。あともう一箱あるんですけど。次はチークとハイライトとシェーディングをやっていきます。めっちゃあるんですけど、このローラメルシエのブラッシュカラーインフュージョンのローズコレクションっていうやつのこの R の3番。結構濃いめのカラーになっていて、こんな感じの。割と発色良くて、私だと若干ね、色が強いので、これは合いそうな身内に譲ります。これはすっごい昔に買ったやつです。NARS のリキッドブラッシュっていう液体だし、すっごい前なのでちょっと処分になっちゃいます。これも同じく、スックのシマーリクイドブラッシュの3番。どちらもすごく可愛かったし、特に NARS の方を買った時、あんまりまだこういう感じのリキッドチーク、そんな主流じゃなかった気がするんですけど、ちょっと時間が経ちすぎちゃいました。わあ、これ覚えてますか皆さん。リリーバイレットのラブビームチーク6番。私がチークすっごい苦手だったんですけど、お手もやになっちゃって塗らない方がいいかなって思ってたんですけど、こんなに肌に馴染むチークあるんだっていう最初のきっかけになったのがこのチークで、今でも好きなんですけど、まあ、このおかげでいろんなチークをね、こんな感じで試すようになったからこそまたどんどん増えたんですけど、すごいオレンジベージュのような色をしていて、少しラメが入っていたりとか特徴はあるんですけど、まあ、いわゆるイエベさんでチーク苦手な方にめっちゃおすすめです。なんだかんだこのマックとかライトスカペード使ってますけど、ちょいちょい一向になくなる気配もないし、こっちから見ても全然へこんでもないし、これはむしろ使うたびに増えてるんじゃないかって思うハイライトですね。よく使ってます。そしたらいい感じに減らしてはないんですけど、確かアイシャドウのボックスが1個減ったので、それをこっちに当てたんですよね。そしたらすっきりしました。これプチプラのハイライト系かな、シェーディングもです。これデパコスのハイライトで、これがプチプラと韓国コスメチークで、これがね結構もういっぱいなんですけど、デパコスのチークです。あと今回これも増やしました、スティックとかリキッドのチークと、こっちも結構いっぱいです、スティックのハイライト。こう思うとスティックのハイライトめちゃくちゃ種類増えましたよね。多分シャネルのボーメイサンシールが先駆け、ヒンスとかティルティルとかも出始めてって思うから、変わりますね時の流れで。1個ポーチの中から出てきました、3のシマリンググローディオ。だいぶ前ですね、2、3年ぐらい前かなと思うし、ちょっとこういう手を触れてしまうものなので、もっと早くね期限つけなきゃだったんですけど、ちょっと処分したいと思います。こっちが全然使えなかったですね。
はい、ということで終わりました。いや、長かったです。ダラダラしてたっていうのもあるんですけど、3時ぐらいからやって今1時ぐらいなのでちょっとおかしいですね。まあ、ご飯食べたりしてたからかな。かかりすぎてる。ビフォーを撮ってないのでどう変わったかが多分伝わんないと思うんですけど、こんな感じでかなり、はい、すっきりしてるんですよね、これで一応。あと皆さんにはお見せできなかったけど、これ今度レビューしようと思ってるあの新作のコスメなんですけど、こういう感じで新作でもない、ただ片付け忘れてるだけのコスメが3箱ぐらい入ってたのがなくなりました。全部しまいました。かなり綺麗になったんですけど、ここにね白い扉が本当はついてるんですけど、なんかちょっと取った方が出しやすいなと思ってドアを取ってみたんですけど、さすがにちょっとなんかむき出し感がすごいかな。どうでしょうか、扉つけた方がいいかな。見栄えはまあまあそんなに良くないんですけれども、大容量のもので入っております。そして結局のところこんな感じで、よいしょ、これくらいの量の、見えるかな、コスメが重たい。譲る用と処分用でちょっと時間をかけて配送したりとか分別したりとかしていこうかなと思います。ということで本当に今度こそ終わりです。皆さん今年もお付き合いいただきありがとうございました。本当に今年も終わりですけど、年末はですね YouTube はちょっと更新をストップしようかなと思うので、おそらく28日の配信、12月買ってよかったもの紹介で年内は最後になります。はい、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。